ウィース新シーズンやってきまーす。僕もね、以前からね、ちょっと親交のあった人から、ウケループをずっと使い続けてる人なんだけど、ちょっとなんかウケループあるから動画で使っていいよって送ってくれたんで、使おうと思います。ダイナルギアだから、僕ダイナ4を使ってたから、ルギア使うね、初めてっていうか、特性パッチが足りなくてさ、マルスケのルギア僕用意できなくて一生使えてなかったから、使うの初めてなんだけど、ちょっと楽しみなんだよね。で、この試合はバンギも投げたいけど、ポリになるかな。多分ダイナポリ。ダイナでさ、高ダイナコスパなんだけど、積んじゃえばそれはそれで、えぐい話ありそうだけどね。でもダイナルギアポリ2かな。ランドロスちょっと重めだけど、どっかでダイナが積み始めたら勝つ話と。ルギアで削る展開でもいいか。毒ビシマッケールならそれはそれでいいな。ただメタモンもちょっと投げたいけどな。ただ相手の根を腐らせれるんだよね、ダイナルギアポリ2って僕投げれると。しかも毒で終わらせれるから、メタモン、いや多分ね、相手してメタモンの圧力あると思うし、僕メタモンめちゃくちゃ投げれるけど、金殿みたいに投げれないっしょ。初手はランド読みで、ランド読むんでもダイナだな。ランドに対してはポリツ引きからで一応成立するはずだから、多少いいと思ってて、むしろサンダーと対面した時に毒ビシを置けることの方がめちゃくちゃ重要な気がする。サンダーは出てこないんじゃないかな、双鏡から来る。東京に対して待って、僕ちなみにさ、レンタル構築をさ見るときの画面ってさ、技構成と持ち物見れるんだけど、調整が見れなくて、本人によく聞けばよかったんだよね、どうやったらいいのって聞かなかったからね。ずぶといで、これヒットモニット結構伸びてるやつだね。 S が多分そんな速くないかな。ルギアはポリツはなんとなく型分かる。待って、なんか交代した。これでもなんかね、なんかうろ覚えだけど、こうしろって言ってた気がするわ。巨獣。勝った。これの倍でしょ ?100 ぐらい入るから、次再生しないとさすがに間に合わないかな。再生からで、多分ワイポ耐えると思うんだけど、でもメタもいないからちょっときついか。ダンサー、これにダイナ引くところからかな。多分これ裏相手あれだね、ヌオーだね。さすがにメタもやばすぎるから、ランドロスいないのはめちゃくちゃでかくて、毒ビシが生きない代わりにダイナのいろいろいい技があるはずだけど、いやー毒ビシ巻きたいか、ヌを考えると。ここボルチェン以外やったら何でもいいけどね。多分対面からじゃ無理なんだよな、ダイナ。てかこれあれだ、コスパダイナが多分えぐいわ。ヌオに対しては多分毒ビシ2回巻いて吹き飛ばしちゃえば割となんとかなるはずなんだよね。でポリちゃんが多分今週暇になるかな。ランドロス裏にいるだったら全然いいんだけど、オーデン打ってくるんだったら身代わりが突然欲しくなるね。タマサンダー、これ多分こっからさ、詰ませれる話ある気がするんだけどな。毒ビシを置くのも寛容だけど、ヌオは見てからでいいから、コスパ積みに行っちゃおうか。ここサンダーが突っ張って殴ってくること考えても、悪い選択肢にはならないからね。ボフ。
頭で削れる。これ突然今毒々打ちたいな。一回再生すべきかな。コスパ一回詰めてるから多分雑誌は問題なくて、まあきついとすると、いやこれね毒々も割と欲しいけどな。毒ビシとね、ただその吹き飛ばしっていう組み合わせはすごくシナジーが良くて、あ、やっぱり脱ごうか。まあこれは別にどうということもないと思うんだけど、ドックビッシュ巻きに行っていいかな。これでも僕は3体目が見えてなくてさ、ランドロスをさメタモンで見ようとかって考えるのって割とある話だから、そう簡単に行く内容でもないと思うんだけどね。ヌオ結構パワーあるね。突然ダイアスとか撃たれたらどうしよう、ドキドキするけど、まあ必死に2回前行ってヌオを確実に処理できるようにしておきたいかな。で僕これどっかでルギア着地させたいんだけど、地震連打、まあこれはダイナ別にヒットも全然回復できるから困らなくて、いやでコスモパワーある無限ダイナちょっとえぐいな、強いな、爪性能がえぐい。ルギアは再生電磁波吹き飛ばしてエアロブラストか、まあ、大ジェットでヌオをビビらせながらっていう立ち回りあるけどね。これ一回さ放射で燃やすとさ TOD 僕が勝つ話あるんだけどな。僕もねこうなんて言うんだろう、受けループを見て、まあ、ある程度はこれはこれでこの手順でっていうのが、まあ、パッと浮かんだりはするんだけど、さすがにねさすがに自分が考えたことない方だとね、ちょっとやっぱりあれだね、説明をちゃんと聞かないと多分うまく使えないね。ちなみにこれダメージ量を、あ、いやでも切れるんだよな自信。ここコスパ積んじゃうか。天然だから意味ないんだけど、コスパを積んでおくと、あーはいはいはい、そうですか、じゃあ再生でよかったな。で、あくびあるんだったらもうちょっと早く打ってくると思ったけどな。あくび自身アット2が気になってるけど、一番嫌なのはドクドク。まあ、あくび自身独特再生とかかな。まあ、再生、あくび自身再生まで確定で、まあ、守るもいいと思うんだけどな、あくびと相性。相手そんで結構悩んでて。あくび。まあ、これは全然構わないかな。投稿してるうちに僕ダイナ回復していくからね。これ僕何投げるべきやったかな。いやでも、まあヌオをいじめ放題ってわけにもいかないからね。ただ結局ダイナでさプレッシャー入れてるうちはこれやってる限りはね、僕も割と楽だからね。でサンダーをダイナで見る手順になってる以上、あんまり無理はできなくて、ただまずいのは次ドクドク飛んでくる場合だね。マルスケが効かなくなるとそれはそれで嫌だけど、まあ雑誌にただ電磁波入るんだったらまあいいみたいなところはあるんだけど、引いたサンダーかな、サンダー合わせに来た。一回再生で様子見たいな。あ、飛ばしてもいいか。飛ばしちゃおう。丸助盾に飛ばせるの強いね。と思ったけど、こう雑誌案出てきた。なんか変に噛み合って、こう布出てくると僕勝つんだけどな。まあ、第3打打たれたらちょっとまずかったんだけど。
あ、全然あったな。ダイジェットとか全然打ってたな。裏のダイナ考えても。オッケー、ネオン属性入った。でっか。これ多分僕選出なんかちょっと間違ってる気がするな。かといって他に投げるポケモンあんまりいなかったようにも思うんだよね。他にいたかな。絡め手があるって意味だとまあこの選出になるよな。まあぶち込みに行っていいかな。引いた。まあ裏に攻撃が通るのはでかくて、オッケーオッケー、まあまあ削れる。急所エアロブラスト急所にちなみに当たりやすいらしいです。聞くところによると。本当かは分かんないけどね、いっぱい打ったことないから分かんないけど。はね、やばい、ここ僕屈指の無限大の引きポイントだったね。ちなみに僕無限大のに引いた瞬間勝つんだけどな。ここは再生連打で、今ダイナ引きでよかったくさいな割と。タマサンダーだから、ルギアのなんかこう手と羽の一体化した感じちょっと可愛いな。タマダメかさんでから引きたいな。飛ばしはないな。さすがにまだ再生ダイナが真昼なきゃ絶対ダメで。放電、これ多分ダイヤだと全部詰めに行くしかなくて、いや最悪ね、ルギア落ち、いやそれもまずいな。僕サンダーが突破できないから多分。ダイジェットしてもしょうがないしな。まあ早めに通しに行くか。羽押すタイミングまで粘れないよな。ちょっとお願い、麻痺ないで。あ、まだめ。オッケー、麻痺らないで、これでやっとね、僕の思い通りに多分ゲームはできるかな。ノー出てくる。これはもう別に、いやこれ身代わりめちゃくちゃ欲しいな。めちゃくちゃ身代わり欲しいな。でこれ先にどんどんコスパさ積んでっちゃった方がいいと思うんだよな。ザシャンの剣バールちょっと話変わるんだけど、剣バったらね、あのザシャンで対面合わせてから剣舞してルギアごと破壊しようとかって思うはずなんだよね。僕寝てもいいからコスパ積みに行くわ。脳を勝手に死ぬので先にまあ枚数有利にすることが肝要じゃないかな。あーオッケー、コスパ余分に積めるねこれで。なんかでもこの構築のやりたいこと分かってきたね。インストール完了したわ。コスパ連打で。いやこのダイナがなかなか熱いな。コスパダイナ僕今までさ、身代わりのが強いと思って、毛嫌いして使ってもらったんだけど、まあ、身代わりコスパ両採用みたいなの悪くないかもね。いや、身代わりコスパ両採用で再生入れて、アットイチなマジフレ？何も話になんないよな。コスパ連打で勝ちだと思うんだよね。まあここ遅くザシャン引きちょっときついんだけど、あ、OK、引いてないなら、この辺はねカバルドンを過去に使ったことあるかどうかで経験が出ます。再生、ただヌオーは一生一目でこれ満タンになれないから、サイクルを重ねることさえできればね、裏に毒が入れるのが毒ビシはやっぱ強い。オッケー、これでサンダーも怖くない。
だいな、ホエールとか覚えないかな、突然。ホエール再生コスパ身代わりみたいな。世界最強になれる気がするんだけどな。下差し出てくる。先にでもコスパで展開してしまったら止まんねえぞこっちは。やっぱ無限ダイナこういう使い方をしないとね。せっかくの無限ダイナはヒーター釣ってきたのかな。これはまあもう無限ダイナの独壇場ですよ。コスパまあ6回までいっとくか。いやコスパないのはちょっと楽しいな。露骨に相手が積む、露骨に相手が積むんだよね。これそうか、先にダイナから展開して詰めさえしちゃえばランドロスも一応なんとかなるもんね。そういう意味だと非常に心強い。おー、えらえらなんだそれ、宇宙一偉い技持ってんじゃん。それ感心しちゃうな。あ、いいよ、積み合うか。おい、これ新シーズンの1戦目でいきなりこんなさTOD まがいみたいな試合する羽目になってるんだけど、これは僕裏満タンだから TOD 負けようがなくて。まあこっから相手はあくびで多分お茶を濁すことぐらいなんだけど、その間に僕コスパもう2回押せるので、次突然ルギアに引いてやってもいいな。火炎放射でするかザシアンを削りに行く。でもね、ダイナが寝たままになるのちょっと弱いよね。それは避けたいんだよな。突然ルギア投げてやりたい、電磁波をしに行きたいね、ザシャに対して。んまあ当初の方針通りコスパ連打で相手。ここあれか、霧安定か割と。あ、そうするとヌオーが次のサイクルでも役立たなくなるから。あ、僕これルギア引いてよかったな。霧見えてたよな。寝てしまう。寝てしまっていて、こっからはあれなのかな、ルギアではめに行った方がいいのかな。だサンダーがちょっときついよな。そうするとだこう十中八九出てくるのザッシャンでしょ。ルギア投げるか。ヌオ突っ張ってくるなら突っ張ってくるでヌオ死ぬから、まあそれはそれでいいかな。引いて、こうザシアンだよね。そうだよね。でまあ自破をぶちかましに行くのがいいんじゃないでしょうか。電磁波が通るとめちゃくちゃ楽になるね。サンダー引くかな。ルギアちょっと瞑想とか入れたい気持ちもあるけどね。ちなみに試合時間多分もう15分ぐらいだから、最後僕ダイマックスして終わればヌオーの削れ分考えると。ワイボ飛んできた、勝ったこいつガチか、めちゃくちゃ硬いな、びっくりするぐらい硬いじゃんルギア。これでしかも残飯でマルスケ回復しに行くんでしょ、えぐ。このターン時間いっぱい使って再生、そっからまあザシャンの行動次第なんだけど、まあ痺れたらその瞬間勝ちになるでしょ。いやちょっと使い方僕多分あんま良くなかったと思うんだけど、いいね。いやちょっと無限ないな、こういう感じの型工夫したいな少し。でやっぱね、この、まあ、コーチ貸してくれた人もそうなんだけど、やっぱ受け録じゃなくてメタモンとかがちょっと入ってくるんだよね。そういうゲームだと思ってるけど、ワイボレンダー、まあザシャン削れるのと、もろもろ考えて、まあ僕がいいので
サナ出てくる。ダイマックスはね、エフェクトが長いから TOD 向きなんだよね。 TOD 向きっていうか時間をいっぱい使えるから、これこっから45秒の30秒残るんだけど、お互いダイマックスして多分一発ずつ技打ち合ってとかウォールしてとかってなるから、まあ、ギリ使い切れると思ってるっていうか、僕の時間感覚だとまあそれぐらいだね。ああ、いやルギアちょっと面白いな。ちょっと特性パッチさ、もうあれやりたくないんだよな。あの地下行動みたいなところでさ、あのわけわかんないなんか伝説をずっと借り続けるやつあれめんどくさいんだよな。ちょっと特性パッチ本当はねルギアに使う予定だったんだけど、ホーに使っちゃったから1個ないんですよね。僕一生ではルギア使えない肉体になってる。ちなみにこれ残り1で押すと間に合わない時あるから、あの2で押すのを推奨します。もう間に合わなかった、いや間に合わなくても多分ね耐えてなんか再生とかで満タンぐらいになるんじゃないかな。ダイマックスのエフェクトだけでさ20秒ぐらい確か使うんだよね大体で。僕も間に合ってるよね。そうだよね。僕も初期の頃ね残り1秒でギリギリ前時間使おうってやってたんだけど、あのたまに入力が間に合わない時があるから、回線が悪い時とかはね3秒ぐらいで押した方がいいね、安全率見ると。 OK、結局ステロとか毒ビシプラスさ吹き飛ばしみたいのでこう強いんだよね。これであとは時間使い切って終わりですね。じゃあね、受け側が結局 TOD とかいろいろ解消しようと思ったら、まあそういう形でやることになると思うんだよね。そういうものだと思ってるけど、これは間違ってしまった時のためにダイジェット。 OK、僕1ポイント満タンのパーフェクトゲームでした。悪くない。 GG、 お疲れっす。